ではファイターズの1週間振り返っていきましょう。いきまよ。先週日曜日22日斉藤梢さんが始球式を行った札幌ドームホークス16回戦、はい、7対5ファイターズ勝ちました。先発はファイターズ高梨、ホークスは中田。2回の裏レアードの18号ソロでファイターズが1点を先制し、高梨は5回まで内野安打1本に抑える見事なピッチング。追加点が欲しい打線は5回の裏、西川のタイムリーツーベース、中田の2点タイムリーツーベースで3点追加、リードが4点に広がりましたが、6回に高梨が柳田に23号スリーランを打たれて、7回には松田に18号ソロを打たれ同点に追いつかれてしまいます。少し嫌な展開となりましたが、7回ホークス3人目モイネロからワンアウト三塁二塁のチャンスを作って、ホークス4人目香山から近藤がタイムリーを放って5対4。しかし直後の8回の表、ファイターズ2人目クモンが2アウトから内野安打盗塁ワイルドピッチでピンチを広げ、柳田にタイムリーを打たれ同点。さらにデスパイネのヒットでピンチが広がりましたが、3人目井口が内川をピッチャーゴロに打ち取りピンチを切り抜けます。8回にはファイターズはワンアウト満塁として、中島の内野ゴロの間に1点勝ち越し、さらに松本のタイムリーでダメ押し。9回は4人目石川直也が無失点に抑えて7対5ファイターズが勝ちました。井口3年目嬉しいプロ初勝利、石川直也9個目のセーブ、今シーズン4度目の同一カード3連勝で貯金が今シーズン最多12となりました。ホークス戦、まあいい形で締めくくったというゲームでしたね。そうですね、井口が3年目でね、70試合目でプロ初勝利、白星がつくという形でお立ち台にも上がりましたね。いい顔してるやんか。ルーキーイヤーは何もわからずに、無我夢中で投げてましたよ。はい。ほんでいろんな壁に当たり、頭でっかちになり、苦しみもがき、そして本当の自分を模索しながらのマウンドで、はい、どん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 新しい自分と出会ってるやん。だからね、僕いつも言うのよ、はい、失敗してええねんって、でも悔い残すなと。失敗したら、ちくしょう、次はやっつけてやろうって言って次に迎えるやんか。はい、悔いはあの時どうし、ああすればよかった、こうすればよかった、後悔ね。悔い、後悔を残すなっていうことを言うんだけど、はい、その場でもう生産して次に挑むような、そういうドライさを身につけて、彼が非常にこうマウンド上で躍動するようになったな。この日は宮西温存ということでね、ピッチャー頭数に入れてなかったんですけれども、そこを井口が補う形で、やや出てるやんか。はい、8回同点の場面で、内川に4球すべてストレート投じたということでね、しっかり抑えたということになりました。はい、打つ方で松本剛がね、このゲームでもタイムリーと、あとしっかりとノーアウト一塁二塁の場面で送りバント決めてね、その前は攻守でも活躍しましたし、いい形でアピールしてますよね。してるな。いかに自分のセールスポイントを表現しながらプレーするかやんか。はいはい。さっきの井口の話もそうやけど、はい、経験をやや重ねると、はい、もっとこうしたい、ああしたい、自分をこう表現したい、どう表現したい出てくるねんな。はい、でその時にできないことまでやろうとすんねん。僕いっぺんさ、バッターでさ、はい、プルヒッター引っ張りのバッターやのに右打ちの練習ばっかりして、はい、で試合になっても右打ちして、なんかこうできないことをできるように、で人に認められたい、気がつけば自分の持ち味である引っ張るバッティングもできずに調子崩して2軍落ち、こういう選手何人もおんねん。はい、だったらバッターボックス入って、詰まることを恐れずに踏み込んで引っ張りまくってどでかいの打ってみと、はい、あれ引っ張らせたらすごいぞみたいな、はい、そういういい意味で人の印象に残るようなことやってみませんかと俺よく言ったと思う。でそのあたりに気づきだし、自分のセールスポイント、ストロングポイントがウィークポイントを補えるような野球の方がいいんじゃないかなと、はい、今日もさっき有原におって、はい、いつも軽口岩本やで、いやもういつもありがとうございますなんか言ってくれるわけよ。ほんで抑えの経験良かったなって改めて言って、はい、もういきなりもう強い球でどんどん飛ばした方がええやろっていう話したら、はい、いや僕も思いましたと、はい、やっぱ先発ピッチャー長くやると、はい、なんか先を計算していきなりペース配分するんです、ほんで気がついたらもう後手に回ってると、はい、でまさにそんなピッチャー談義になって、はい、あれ残念やもんなーいう話して、いや僕それ嫌やからもう初回から行くようにしてるんですよ、いやもう大正解と思うよと、短いイニング経験してよかったなって、いや本当そうですって言ってたもんね。はいはいはい、うん、なるほどね。まあそのあたりをしっかりと、だから経験をね、そう各選手そうやねん。はい、よくさ、そんなに投げすぎたら
8回9回いつも130球140球投げすぎたら、うん、5年後壊れるでなんか言う人おんねんけど、はい、5年後そのマウンドに立てるかどうかもわからんかったら、はい、今立てるこの時戦える時に戦わせてくれと、はい、俺はそっちやってん、うん、なるほど、これ今でも変わってない野球感、はい、いやいやちょっと待ってくださいと、はい、100球でマウンド降りて5回6回クオリティスタートやでマウンド降りて、はい、ね、で来年再来年今のような投球できるかで分かりませんと、うん、だから今強い岩本をどんどんマウンドで表現させてくれてよう戦ったもんやもん、 まあ、そういう形でねしっかりと、うん、自分が何がアピールポイントなのかっていうのをね、うんうん、分かってる選手たちがこうやって活躍してますから ね、 そういうことだよね、よかったですよね、はい、はい、続いて24日の火曜日からは楽天生命パーク宮城でイーグルスの2連戦です。今シーズン6度目の4連勝を狙う24日の12回戦は延長の末10対8ファイターズ敗れました。2回にイーグルス先発則本からレアードの19号ソロで1点先制、直後の2回の裏ファイターズ先発有原が2本のソロを浴びて、逆転を許しますが3回に近藤の押し出しフォアボールで同点として中田の2点タイムリーツーベース逆転、さらにアルシアの犠牲フライで1点加えて5対2とします。有原が4回5回1点ずつ奪われ5対4 1点差とされますが6回にはレアードがこの試合2本目となる20号ソロを放ってリードを広げます。しかし有原がピリッとせず6回に天田の19号ソロで再び1点差、なおもピンチが続きますがここは2人目クモンが切り抜けます。直後の7回相手のフィルダースチョイスでファイターズが1点追加で、しかし7回裏に3人目宮西4人目井口1点返されて8回裏には5人目トンキン1点しまさかの同点、試合はそのまま延長に入って10回にはイーグルス5人目青山から代打鶴岡タイムリーツーベース勝ち越しますが、結局10回裏に7人目玉井が2アウトから1点奪われて11回裏には玉井が山下にプロ初ホームランとなるサヨナラツーランを打たれて10対8、今シーズン5度目のサヨナラ負けと、5時間7分の長い試合は切ない結果となりました、はい、結局追いつかれてという形でね、うん、ひっくり返されましたけれどもね、はい、うん、負けた試合で言うのもなんやけど、はい、これ玉井はいい経験してんねん。あ、そうですか。1球の怖さね、はい、力任せにいってそれ食らった時に何があるのかと、はい、うん、あの本当に、ね、言ってること矛盾する時もあるんだけど、丁寧に投げなきゃいけない、大胆に投げなきゃいけないなどなどで、はい、そのケースによってさ、はい、岩本この間こう言うとったやんみたいなのあるんやけど、その場にならなきゃわからないことってあって、はい、まあ、これ結果論を踏まえて言うと玉井はちょっとエイヤーが入ったかもしれんね。まあ、そこが大事なところで出てしまってと打たれてしまったということなんです。まあ、でもね、こうやってね、もうすごく味の濃い経験を今シーズン重ねることによって、はい、彼の次のマウンドがどんどん魅力的になってくる。うん、俺はそう思ってんねん。なるほど、うん、打つ方でレアードがね、うん、だいぶ調子上げてきました ね。外国人球団史上5人目の4年連続20ホーマー達成ということですけれども、はい、できるやん、はい、寿司のおっちゃん。そうですね、ここ4試合、うん、ここのゲームの時点でのここ4試合で4ホーマーということでね、はい、ようやくエンジンかかってきたかなというそんな感じでしょうか。エンジンはかかってたけどもなんかプラグで調子悪かったんかな。ああ、そんな感じですか。オールスターブレイクでちょっとメンテナンスしてようなったかっていうような感じかな。もともとは暑さに強いんだって本人も言うぐらいからさ、はいはい、うん、まあ、それ信じてるでって話は。そうですね、うん、えー、まあ、でもレアードそしてアルシアあたりも調子ようになってきたら、はい、中田も引っ張られるし、はい、やっぱあの3人ホームラン打てるあの3人が活躍したのはどうしようもないで。そうですね、塁に出ても決定打なければなかなか得点になれへんからね。うん、あと田中健介がこれ1500試合出場、うん、史上192人目ですけれどもね、うん、まあ、今シーズンなかなか出場機会っていうのはね限られている中ですけれどもね、コツコツと2000年の初出場から19年積み上げてきました。2000年か、はい、あの今思えば来た時はちょっと華奢でね、はいはい、せやけどあのグラブさばきとか、はい、ストップアンドゴーの強い選手やったよ、うん、その選手がもう今や中心選手からベテランになり、はい、代打でいい味出してるやんか。そうですね、これ日米通算1500ということ。いや日本ですね、日本か、ね、はい、そうやろうな、ちょっと少ないなと思ってしまったもん。日本だけですってことですね、はい、まあ、そうですね、これからもっと大事な場面で出てくるときにね、の活躍っていうのを期待したいなというふうに思います。右の鶴岡左の田中言うてな。そうですね、代打でえらい強い代打が2人もおるやんか。
矢野健二もいますしね。あ、ほんまやね、はい、うん、これ短期決戦になったらもう大活躍するからね。そうですね、うん、続いて25日水曜日、楽天生命パークのイーグルスの2戦目はこの日石川直也が抹消された白村登録と、はい、石川直也は右内転筋一度の肉離れでゲーム復帰まで3週間を要する見込みと発表されました。試合ですけれども8対1敗戦。ファイターズ先発マルティネスが5回途中まで被安打11、7失点、被安打11は自己ワースト。6回には今シーズン初登板白村が1点を奪われてしまいます。ファイターズ打線はイーグルス先発古川から6回まで得点を奪えず、7回にイーグルス2人目西宮から松本のタイムリーで1点を奪うもののさらなる得点を奪えず8対1敗戦。マルティネス7敗目を喫してホークス戦3連勝の直後、イーグルス戦は2連敗と貯金は10となりました。石川直也がねまさかの抹消ということでね、ああ、まあまあこの後またね昨日ですけれども、代役の抑えが誕生しますが、ちょっとびっくりでした。内転筋か、右足内転筋、はい、それを痛めるような投げ方しとったかと思って考えたんやけど、はい、まあ、これはね石川直也があのこうやってベンチでずっと試合に挑んでるシーズンって初めてやんか、はい、なあ、うん、そうですね、うん、初めて来た疲労感を感じて、はい、で今まで味わったことないから1日2日寝たら治ると思ってずっと時間過ごしとったんやね、はいはい、うん、ほんで気がついたら、うん、それはもう1日2日で拭い去ることのできない疲労が自分には溜まっていて、はい、そしてパンクやんか、うん、うん、ほんでそれをね、はい、まあ、それこそ経験値でああこうなってきたらどこが傷んでくるっていうの分かってる選手やったら、はい、ちょっと2日ぐらい休ませてもらえませんかって言えんねん。ほう、ほんでそれ事情も説明できんねん、トレーナーや担当コーチに、はい、うん、分からへんねん。あ、なんか張ってるんですよね、張ってるんやったら柔軟体操をしっかりストレッチして挑みましょうかってなんねん、はい、張ってるとちょっと痛めてるんですと全然違うから、うん、だからこれもねあの自分のもう忘れてはいけない経験値にするしかないんやな。うん、うん、ピッチャーで右内転筋っていうのはやっぱしっかり使うんですか。すごく使うな。すごく使う、あの右足で最後右ピッチャー右足でプレートをしっかり押すっていうやんか、はい、その時にあの地面にシャーッと足を吸った跡が残るっていうやん、はい、あの時に内転筋で自分の体を支えながら強くプレートを押して引きつけながら右足を、うん、そして右足から左足に体重を移して体幹を利用して捻転とともに強い球を投げるわけよ、はい、そこで内転筋がすごい重要、引きつける。なるほど、うん、右足に一度乗った体重を引きつけながら左足に移して体幹の移動、重心の移動をするときにとても重要な役割するの。よくね足の粘りを利用して投げるピッチャーになんねん、武田久志とか、はい、杉浦とか、はい、だから僕ねまあまあ石川はその痛みに襲われることないかななんて思ってたんやけど、はい、まあまあ、そこにプレッシャーかかってたんやね。まあ、ですので大事なところですとねゲーム復帰まで3週間ですけれどもちょっとどれぐらいこう、ね、しっかりしたボールが投げられるようになるのはゲーム復帰3週間っていうのはでもざっくりやで。ざっくりですか、難しい、これ一月やな、ええとこ。うん、まあ、でもね一つ可能性あるのは、はい、今内転筋の場合ま、はい、っすぐ走れんねん。ほうほう、これ不思議なもんで、はい、ジョギングとかできんねん、はい、で内転筋ってそんなに使えへんねん、はい、鎌ヶ谷で今もう猛暑酷暑やんか、はい、もう騙されたと思ってジョギングを中心に、はい、痛みのないまっすぐ走法で走っとってみて。これ本当に、なるほど。うち昨日俺の顔見てどう思った？黒かった、日焼けしてたやん、はい、ほんでな俺夏場な選手より疲れたらあかんと思って、はい、最近改めて率先してゴルフに出かけたりあの猛暑酷暑の中、はい、東京や大阪 で、はい、で今日も朝から豊平が激走よ、はい、うん、このみんな酷使しながら頑張ってるその野球をさ伝える俺が疲れてどないすんねん思うて、うん、で出て行ってんねん、はい、太陽当たりまくってんねん、はい、まあ、ちゃんと水分取って適度な時間の運動で、うん、ちゃんとそれは僕も元アスリートだから計算の中でやってるけどもね、はい、だからそうやって体がリセットするのに太陽の力ってすごく重要やん。なるほど、だからそれを着手してほしいなと思う。そうですね、マルティネスがちょっと心配ですけど、大丈夫なんですかね。俺先週言った
言ったんかな、はい、いっぺん登録切って、はい、放牧した方がええと。ああ言ってましたね、うん、はい、2週間ぐらいちょっと誰も触らんと放ってたやねん。神の場合はそう、自己把握っていうのたけてる選手だと思うから、うん、うん、ちゃんとやるで。おお、うん、ちょっと疲れてますやっぱり、うん、見てると、じっくりジョギングとかして、はい、家族こっちおんねやろ、東京行ってんのかな、どこなんでしょうかね、うん、行ってたらディズニーランドでも行って、はい、家族と時間過ごして、もう夕方から涼しになったから行ってね、はい、うん、ちょっと心身ともにリフレッシュいるわ。はあ、心身ともにファイターズにすごくこう、なんていうのかな、もう捧げてくれてた選手だけにちょっと疲れてたんかな、うん、そんな感じに見えると。はい、攻略されてるで。マルチネスはそんなコントロールぶれないでしょ、はい、うん、ということは絞りやすいっていう裏カーブもやってくるわけ、はい、左バッターのインサイドのカットボール、はい、ほんで右バッターのこう緩い曲がり球カーブとかさ、はい、あの辺やっぱ狙うち食らってるシーンが多くなってる。ほんでよく時系列振り返れば、はい、ランナー初めランナーも出さずに抑えることがあった、はい、ほんでよくランナー抱えるけどよく抑えてるよね、はい、で次もランナー抱えてたまりかねてホーム返してるやん、うん、徐々に徐々にやっぱ攻略は進んでたっていうことやね。なるほど、うん、じゃあもう一回そのあたりもこのね、その期間を使って、うん、もう一回自分の中で分析し直すというね、そうそうそう、のも大事なのかもしれないですね。できると思う、キャンプからずっと彼の練習方法を見てても、はい、できると思うわ。なるほど、うん、ではコマーシャルの後はバファローズとのゲームを振り返っていきましょう。じゃあ続いていきましょう。26日木曜日は移動日で、21日金曜日から札幌ドームでバファローズとの3連戦、北海道シリーズ2018北海道ビーアンビシャスと後半の3試合ということになりまして、アンビシャストリコロールユニフォームを着ての試合となります。トロコロール、トリコロールで、この日の15回戦13対2で快勝と。先発はファイターズ上沢、バファローズ西、1回にセンター西川のジャンピングキャッチと飛び出していたランナーをアウトにするというダブルプレーで流れを引き寄せると、1回の裏中田の犠牲フライとレアードのタイムリーで2点を先制。上沢が無失点ピッチングを続けると、4回には中島の2点タイムリーツーベース、松本の2点タイムリースリーベース、近藤のタイムリーで5点追加。5回裏には横尾が8号ソロを放って、6回にはバファローズ2人目 K 鈴木からレアードの2点タイムリーツーベースなどで3点を加えて11対0。7回には上沢が代打武田に1号ソロを打たれて1点を返されますが、7回裏には西川の8号ツーラン13対1。上沢は8回表にも1点奪われましたが、9回表は2人目井口が3者三振に仕留めて13対2でゲームセット。上沢が自身初の2桁10勝目マーク、チームの連敗は2で止まって貯金は11となりました。上沢がついに大台に乗せました。ほんまやね、はい、7年目で、うん、15勝するやで言うて言うてきた、はい、さっき、はい、そうですかそうですか、うん、もう15勝通過点やでと、はい、監督20言うとったで言うて、はいはい、で喉仏触ってきた、出てますね、うん、いい声です。僕そこちょっと敏感なんですよとか言うとったけど、本当ですか、うん、ええ声してんな、低い声ですもんね。せやねん、やっぱりこれピッチャーとしてね、先発ピッチャーとして10勝っていうのは一つ大きな目標だったと思いますけども、そうやね、ほんで上沢君がさ、はい、7年目遅いかもしれませんがって言ったけど、はい、俺も7年目やねん、はいはいはい、俺は遅いなんて感じなかったからさ、うん、大学出て3年目ぐらいですよ、はいはい、普通やん。なるほど、ほんならオリックスの山岡見てみ、ドライチで入ってきて、はい、ルーキーイヤー8勝かなんかやん、はい、で今年やっぱ壁に当たってるやん、はい、さあ来年どうかっていうところで何も遅くないやん、うんうんうん、そやろ、そうですね、うん、まあでも長くファイターズもう7年目となると、もう愛着まで生まれてるファイターズのユニフォームを着ているその時間が長いと思わせていて、うん、その間にしっかりと貢献できてるかどうかとなった時に、自分で今まで貢献できたかどうかでもっと頑張れたかなという気持ちがあるから、やや遅くなりましたがっていう謙遜の言葉やね。そうですね、あとまあね、いろいろこう、うん、ありましたもんね、怪我という手術というね、うん、はい、そういうのも乗り越えてということですんでね。俺は若い、ここから10年投げてみる何勝よ。そうですね、2桁10年したら100勝、ここから100勝上積みやと、超一流の成績やん、うん、平成のプロ野球で、はい、せやろ。そうですね、うん、でまたそのね、10勝も、はい、投げる前から、はい、予告先発上沢となった時から、はい、もうチーム全体が、うん、明日噂試合は作ってくれると、はい、あと俺たちどれだけ点取るかやねと、はい、
すごく考えがどんどんシンプルになる、うん、ね、これ調子の悪いピッチャーが準備もあまりできてないそのピッチャーがマウンドに上がるときは、はい、投げてみやな分からんしどんな試合展開になるか分からんからいろんなことを想定しやなあかんないって頭いっぱいなんねん、はいはいはい、じゃなくよし噂やったら試合作るから先取点取りに行こうとか、うん、明確でしょ。そうですね、そういう挑み方やからいきなり初回からビッグプレー出んねんって、うん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 、なあ、なるほどね、うん、プレーに迷いもなくなりそう、はい、でビッグプレーからバッターボックスに入った西川がいきなりセンター前でホームベース踏んでるやん、はい、そりゃこういうスタートしたら勝つわな。なるほどね、うん、試合終わったらスコアブック真っ赤っかやわな。そうですね、うん、13点取りましたしね。そうやねん、いい流れがじゃあできてるということですね、噂にはね。ほんで噂はね、はい、6回まで無失点、7回8回1点ずつ取られたでしょ、はい、これ済んでから言うしここだけの話だけどちょうどええ点の取られ方やねん。あ、そうなんですか。取られるのがええよ、はい、点取られたことによってそこを引き締めようと思って次の登板まで調整できるやん。なるほど、これ完封やったら次の登板までなかなか自分を何を求めるか言うたら、うん、完封した前の5日間6日間の練習を同じことやろうとすんねん、はい、これ人間やねん、はい、同じ調整したら同じ調子でマウンド上がれると思うねん、はい、違うね、気温も変わっときゃ球場も変わってんねん、はい、うんうん、そういった意味で自分をしっかり見つめるということで、はい、ちょっと打たれたのも彼の心の置き所をシンプルにしたかなと。うん、俺元ピッチャーやで。さすがですね、頼むだよ、経験済みということですね。みんなご飯食べながらうんうんうなずいてくれてるもん。本当ですか。わもう、もう綺麗な人がこっち向いてくれてやで、もう、そこに反応したわけですね。綺麗な人いた3人、3人ともこっち向いてくれたわ。あ、そりゃそう、綺麗な方ですもん。皆さん綺麗な方ですからね、うん、みんな自信あんねんって自分に。自信なんですかそれ本当に、うん、今腹こしらえしてる姿も自信あんねん。もう結構たくさんお客さん入ってんですか。今はまだまだ多分ここで今まだということはほんでまんべんなく人が座ってるんで今日もいっぱいになるやろね、はい、うん、指定席みんなそれだけ売れてるということやから。そうですね、うん、昨日は満員でしたけれどもね、今年もあの今日も楽しみですね。昨日の満員すごかったわ、うんうん、あ暑かったですしね、札幌ドームの中も、うん、はい、あ皆さんやっぱ腹ごしらえするんやな。あもうご夫婦で来られてる方もいっぱいあるわ、そうですか、わかりました。なんやねんそれ以上どうしようかな思いましてね、まあね、まあ、まあ皆さん準備してる中で、うん、まあ、ちょっと話それたけども、はい、あの投打噛み合った試合ってこういう試合も言えるやんか、27日の試合も、はいはい、うん、やっぱ守備から入るっていうのもファイターズらしいし。そうですね、なあ、うん、で横がホームラン打ちましたね、あの自己最多になります8本目なあ、すごいな。この試合やったっけ、おにぎりの歌流れて俺ビビったやつ。はいはい、青山テルマさんのなあ、はい、あれやん、チャンステーマということですね、チャンスの時に流れるっていう。なるほど、ことみたいですよ。もう横は普段のバッターボックスとチャンスのバッターボックスで音楽分かれるようになったか、うん、これもねサイドメニューの、うん、その選手の、認められ具合ってあるで、はいはい、もっとサイドメニューで言うと、はい、家庭用のコンピューターゲームで野球ゲームで名前が出てほしいとかね、はいはいはい、うん、ジャイアンツの選手やったらさ、うん、スポーツエナジードリンクのコマーシャルに出るとかあったやんか。 ありましたね、うん、そうやってねサイドメニューでね自分が周りに認められる認めていただけるその尺度っていうのいろんなところに存在するね、はい、応援グッズもしかりやんか。そうですね、せやで、うん、噂は成長しとるな。そうですね、うん、じゃあ続いていっていいですか。行こうぜ。昨日のゲームですけれども、はい、3対0でファイターズが勝ちました、はい、今シーズン初登板初先発ファイターズ堀1回を危なげなく三者凡退仕留めるとその裏バフォロー先発山岡から近藤犠牲フライで1点先制、さらに2回の裏には近藤のタイムリーで1点加えます、うん、打線の援護をもらった堀が4回まで被安打1の素晴らしいピッチングで得点を許さずにいると、4回裏近藤の内野ゴロの間にファイターズが1点を加えてリードを3点に広げます。その後打線は追加点を奪えない展開となりますが、堀が6回途中まで被安打にフォアボール2つデッドボール1つ無失点に抑えて2人目井口3人目宮西4人目トンキン5人目浦野、このリリーフ陣はパーフェクトピッチングと3対0でファイターズ勝ちました。堀瑞希プロ2度目の先発でプロ初勝利をマークと、で浦野がプロ初セーブをマークしました。チームは連勝で貯金を今シーズン最多タイの12としました。堀瑞希からいきましょうか。はいはい、お見事でございました。はい、はい、どうでしたか。あのねこれな、はい、この事前の準備から見てたのよ僕。あそうですか。鎌ヶ谷で、はいはい、うん、18日か、はい、堀投げてんね鎌ヶ谷でイーグルス戦に、はい、
ほんで俺ガウラで解説しててさ、はい、まあ、立ち上がりからもう、まあ、2軍のレベルじゃないなと思って見てて、はい、で5回バッて投げ終わって、あ、堀この暑い中で体力どれくらいあるか6回以降も見たいなと思ってて、はい、ほんでスパッと交代やって、うん、あ、これ1軍あるなと、はい、俺その時にも言ってんねん解説で、ほう、うん、もうこれ荒木監督も、はい、ほんで1軍 の, その担当、まあ、監督栗山監督も踏まえてね、みんながよし堀行ける準備ができたのゴーサインの5回降板やって、うん、っていうのはさ温存ね、はい、それこそ、疲れ切って1週間以上 の, その調整期間与えるじゃなく、はい、そこで5回いいイメージで終わらせ、体力もいい消耗具合で、ほんでいついつ投げますよ、言い訳のできないものを自分で作りなさいねって堀に宿題与えたよね、うん、でその宿題をちゃんとしてきたやん、はいはい、なあ、そうですね、5回3分の1、2安打無失点、初回はもう硬かったで、あ、硬かったけども迷いのない投球で、うん、彼のアイデンティティは人にない押しの強いストレート、はい、それを自分でも自分のストロングポイントとして理解してるから、はい、それを困ったら投げた、うん、で困ったらそれ投げたらストライク取ったファールで、うん、はい、うん、で気がつけばたまにキレがあるのでフライアウトゴールアウトバランスよく取った、はい、試合作ったかな、そうですね、うん、うん、まあ、本人もしっかりと打者と勝負していけたということですけど、ブルペンでストライクは1球も入らず緊張しとったやろな、うん、でもね、前から本番に強い堀って聞いとったから、はいはい、バッターボックスにバッターが立ってイメージできるピッチャーやねんな、まあ、監督も立て直す力が出てきたということで、うん、チームの大きな刺激になるねと、うん、まあ、吉井ピッチングコーチはマウンドに行った時はピンチの場面で行った時はおどおどしてたけどピッチング内容は堂々としていたねということでした ね, ね、うん、これな、はい、ほんで6回のマウンド上がったやん、はい、ここ、はい、杉浦5回で降りたやん、はい、この違い分かる、なんでしょうかね、杉浦は怪我上がりやん、はいはい、ほんで妙なアドレナリンも出てるわけ久しぶりに、はい、それともう彼は6回以降のマウンドは知っている、はい、経験済み、うん、堀は初めてなので、はい、このタイミングで5回無失点で6回のマウンドを味わわすことが、はい、彼の今後につながるという意味で6回のマウンドがあったやん、うん、なるほどね、いい経験した、うん、試合の途中で5回の裏終わってからダンスパフォーマンスの間、はい、ベンチサイドでキャッチボールしてた、はい、プロ野球で華々しいなと思いながらキャッチボールしてる、うん、でどん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 球場の空気が変わる、はい、でダンスパフォーマンスが終わりグラウンド整備も終わりマウンドに上がったら、はい、バッターボックスも綺麗に書き直しグラウンド整備も終わっている、はい、新しいゲームがそこから始まる雰囲気を彼味わってん、うん、デッドボールやね、そうですね、なあ、ありましたね、やっぱここのこの辺りで6回の難しさあるやんか、うん、それを経験させ、はい、そして一つのアウトを取らせ、うん、ピッチャー交代にくいね、監督もそうですね、吉井コーチと2人、はい、よー堀のこと考えてくれてはるわ、うん、あお立ち台はどうでしたか、堀のお立ち台はもうさ、あれさ燃え袖はさ、はあ、堀は意識してるな、燃え袖ってあの T シャツ、あの T シャツっていうかね長袖のトレーナー着とったやん、そうですね、チームトレーナー着てたやろ、袖の部分がね、うん、ちょっとこう長めという感じなんですね、チーム配布の、まあ、ロッカーで着るようなトレーナー着てたでしょ、はい、まあ、ヒーローインタビューは僕はユニフォームで出てきてほしかったよね、はいはいはい、うん、あれは候補の人ちゃんと言ってほしい、はい、うん、やっぱりあのよっぽどアイシングとかだったら別、そして、なんだあの記念 T シャツとかがあって、はいはいはい、あの PR が、ま、含まれてるんやったら分かるけど、うん、堀はあそこはユニフォームで出てくるべきやで、なるほどね、うんうん、それは候補がちゃんと促さなきゃいけない、うん、うん、初のお立ち台で、はい、うん、まあそれは絵として、はい、トレーナーで出てきたらちゃんと手首手の土手かかってたやん、はい、土手ね、覚えてる入団会見の、入団会見の時はね、そうですよね、入団会見の、はい、あのニットですよね、うん、はい、まさかのね、うん、もう手の3分の1ぐらい隠れてね、そうやね、はい、白いセーター手振ってたやん、はい、うん、あの女の子がね、女子高生とかがよくこうする感じの、うん、手が3分の1ぐらい隠れるような感じを持つのを、はい、ガンちゃんは燃え袖というふうに言っておりますね、せやねん、はい、それをヒーローインタビューで見せてくれたもんないやまあね、うん、はい、可愛らしいという今風のプロ野球選手ということで、はい、
いやいや、ね、今放送席にね、うん、もうチームスタッフの人がもうイベントの頃でも日高亮介君ともうわー言うて今大丈夫言うて今本番中言うて逃げていったんかな今。あ、そうなんですか。せやねん、はい、うん、なんかよくわからないですけど、いやいや放送席に球団の方が来て、はい、あ、そう、うんうんうん、放送だと放送中だと分かってなくて、そうそう伝えたら逃げていったっていう話。 なるほど、そういうことですか。、はい、すまへん言うてということで、あと堀、あ、浦野ですね、浦野の話ですね。ちょっと待って、はい、堀のピッチングを受けて、うん、井口、宮西、トンキン、浦野みんな隙がなかったね。うん、うん、俺は若手があんなピッチングしたらわしらもビリッとしやなあかんでいう話じゃん。はいはい、せやろ。そうですね、うん、気合入ってました。気合入っとった、うん、で最後締めたのがその浦野ですよね。そう、はい、3対0って決してセーフティーリードじゃないやん今時のやつ、はい、それを浦野が新しい自分と出会ったで、その気になったで、うん、普段インタビューしても何喋ってるのかわからないような回答返ってくるのに。いつも言うね、浦野に、はい、浦野君いつも俺のインタビューいつも質問と答えちゃうけど大丈夫言うたらケラッケラ笑うね、はあ、一緒にトークショー行ったりしたわけよ、はいはい、その時にもう宮西君と大笑いしたのよ。うん、あれ目室町やったかな、はあ、道東の目室町行った時にさ、はい、宮西君と浦野君で、ほんで俺一応インタビューアーとか MC やらせてもらって、はい、もう爆笑やで、はあ、言うた質問全く返ってけへん、返ってこなかったんですか。ぼーっとしてんねん、はっきり言うて。あ、そうな、緊張じゃなくて。違う、人の話聞いてへんねん。聞いてないんですか。宮西と僕もう大爆笑やん、まあ、そういうちょっと変わった裏のが、はい、ゾーンに入ったんかな昨日、はい、監督もよう見てはんな、うん、やっぱフォークボールで三振取れるピッチャー、はい、抑え、はい、いい存在やで、いい逸材やわ。うん、なあ、来ましたね。うん、まあ本人は初めは冗談かと思ったけど、どこでも投げるスタンスは変わらないということで、ね、いや、お前の顔が冗談やで、いう話じゃん。そんなことは言えないですけどね。言うたかんな、チュートリアルの右かみたいやんか。チュートリアルの右か、福田さんね、そっくりやんか。まあ、浦野が5年目でプロ初セーブを挙げまして、ええやんか、はい、最高やんか。しっかりとハマりました。うん、トンキンの時のコンちゃんのファインプレー見た。はいはい、ジャンプのタイミング、落下地点に入るタイミング、うん、フェンスまでの距離を計算したジャンプ、はい、全ての計算が正解であのキャッチがあんねんで。そうですね、トンキン吠えとったもんな。はいはい、うーわお言うて、うん、それは言うてないですけどね。言うてませんね、うん、いや喜んでましたね。はい、近藤はタイムリーも打ってお立ち台に上がったということで、攻守で活躍しました、はい、試合やったね、閉まった試合やったね。はい、であとちょっとちょっと、はいはい、いいかな、ちょっと1分2分どうぞ。昨日おとといでさ、はい、オリックスのピッチャーで岩本投手出てきたでしょ。はいはいはい、彼阪神で6年ぐらいやったんかな、はい、6年ぐらいやってクビになったんや、はい、で独立リーグや、はい、でこのままじゃ本当に自分の野球人生が終わってしまう。でも独立リーグでユニフォームを着て野球を続けるチャンスを得た、はい、でも NPB に絶対に返り咲くんだという彼の信念が、はい、約1年半、はい、死ぬ気で自分で自分を磨かせた、うんうん、なあ、うん、俺、まあ、名前が一緒やから言って大阪のテレビで彼にインタビュー行ったことあって、ほう、ちょっと照れくさそうに、はい、なあ、ほんでインタビュー終わってから、もうそんなん照れなんかいらんで、ゴイゴイと前進んでいって、貪欲な、なあ、ドアつかましぐらい行かなあかんでなんかと俺アドバイスしたもんよ、はいはい、ちょっと優しい性格やった、うん、だ結局厳しい戦力外があって、はい、ほんでまた独立リーグからオリックス大阪のチームに縁があって復活やん、はい、俺ね、うん、一昨日のゲームは岩本投手の姿見てて、俺もう涙が止まらん、胸が熱くなって、はい、いや、どんな気持ちでさ、独立リーグでボール投げとったんかなと思ったらさ、はい、思えへん、岩本明投手ですね、はい、輝けと、もっぺん輝けと、はい、俺そう思って申し訳ないけど、彼応援しながら見てたわ、うん、まさに漢字がね、明って輝くっていうじゃないですかね、うん、ほんで先発完投型すごくこう期待されてたけども、はい、150キロのストレートと落ちる球身につけない限りは NBB にはもう帰れないと、一度落胤をされたピッチャーだと、はい、その腹をくくった彼の取り組む姿勢が帰ってきたがな、うん、148キロ9キロ投げとったがな、はい、三振取ってたやん、そうですね、うん、なるほどね、今日俺も会いに行った、はい、練習前のオリックスのとこ行って会いに行ったよ、はい、握手して、うん、ほんまにおめでとうな言うて、はい、よう帰ってきたぞ岩本君、
はい、しっかり写真撮らせてもらったから。あ、そうですか。うん、インスタグラム上げてるから見といて。なるほど、うん、あのツイッターも上がっとるで。北区のみーちゃんさんが、はい、元阪神で BC リーグ福井の岩本明選手オリックスに入団し、うん、日本ハム戦で好投しましたねと、はい、岩本選手が阪神退団となってトライアウトに挑戦されている時にガンちゃんは岩本選手のツイッターにメッセージを送っていましたねと、はい、私はガンちゃんの優しさに感動しましたと。いえいえ、私は阪神ファンなので阪神に在籍した選手が頑張っている姿を見られて大変嬉しく思っていますと、うん、素敵なガンちゃん、能見さんに似ているフッチ似てる似てる、毎日暑いのでお体を大切になさってくださいねと。ありがとうございます、うん、フッチ能見似てんな。それ多分ね、まあまあ言われるやろ、あの関西界隈行くと、うん、言われますけど、なかなかこの北海道では分かりづらいですよね。そうやな、はい、うん、でも阪神の能見に似てるで。能見投手は分からないですもんね、なかなかね、うん、あとウッディにも似てるから、ね、はい、ウッディも似てますし、小塚隆彦選手でしたっけ。絵の出すなって、絵の出すなって、ウッディでええんやん。ウッディでええんですか。アニメのキャラクターでちょうどええんやって。ちょうどいいですか、うん、はい、はい、ウッディです。その岩本パリーグでね、はい、うん、パリーグ賞に合ってるでって、ね、短いイニング賞に合ってるで、はい、頑張れよでも声かけてきたわ。もう涙出そうなった、うん、もう握手して手離さんかったよ俺。いや話して試合前に右ピッチャーの右手重き握ってもたわ俺も。それダメでしょそれ。いやなんかこう気持ち伝えたかったよ俺。あ、そうなんですか、うん、向こうはどうでしたか。いやもうしっかり握り返してくれた。あ、そうですか。嫌がってなんか引っ張ろうとしてなかったですか、うん、力比べや。そんなことはしなくてもいいですけど、47歳のおっさん乾杯や。岩本と岩本は対決しなくてもいいですけど、うん、いや嬉しいね。なんかね、そういう熱い志持った野球選手が俺大好きやね。わ、はい、かりました。せやねん。今シーズン5度目のドイツカード3連勝を狙う今日のバファローズ17回戦、先発はファイターズ高梨、バファローズは途中加入した右ピッチャーローチ、ですね。22日の日曜日に来日初登板、初先発となったマリン戦は5回途中2失点というピッチャーですけども、今回のアンビシャストリコロールユニフォーム、まだ負けてないということで ね5戦全勝ということで、なんかあるで、なんかあるってどういうこと。いや今日買ったらこれ結構シリーズ化されるんじゃん、このユニフォーム。このユニフォームでまたね、うん、だってそうですよ、ね、ハーベストゴールドはそうやってビジターユニフォームになったしさ。おお、うん、もうサードユニフォームまでありますからね、さすがに加えるのはなかなか大変ですけども。いやでもなんかええんちゃう、またタイミングいい時に着てもらいたいですね、うんうん、かっこいいですね。配色はやっぱりこれね、紺色入ってるとね締まりますしね。そういい感じだと思います。緑の人工芝の上に入るんだわ。はい、うん、帯広ですね。帯広の方、はあ、おいでませおいでやすさん、ガンちゃんフチ毎度です。楽天の調子が上がってますますコンパですが、はい、ガンちゃんは優勝ライン何勝くらいになると思いますか。わわわ、そんなん全然考えてなかった。7月は渡辺、松本、杉浦、堀、などが昇格後チームに貢献していますが、うん、ファイターズがこれからもっと勝率を上げるには何が必要ですかと、はあ、いうことでね、いただきましたけどもね、うん、もうその日その日が一番、もうその日その日で頭いっぱいやから全然考えなかった。優勝ラインね、うん、ちなみに2016年勝った時ですね、うん、一昨年ですけれども87勝ですね、これね、はい、昨年が、まあ、5位に終わりましたけど60勝ということで、うん、まあ80勝ぐらいのラインになってくるんですかね。2009年が82勝ですし、うん、2012年が74勝、引き分けこの年は11ありますけどもね、はい、ということで、うん、一瞬85っていう数字が頭に浮かんだんやけど、やや混戦なんで。ああ、なるほど。85だったら優勝だわ。うん、そんな気がするわ。なるほど。うん、80前後かな。これ混戦してるからね。なるほどね。うん、まあなかなかでもこう現場の選手とかってね、そういう風に勝ち星ってあまり頭に、そうそう、ね、何勝が優勝ラインとか全然頭に描けへんで、目の前勝たなきゃいけないから。そうですよね。そう。うん、結構あれやな、解説者として新しい発見やな、うん、優勝ラインなんて気にしたことない。うん、テレビ屋さんラジオ屋さんがそういうのを勝手に数字として引っ張り出してくると思ってた。あ、解説者としてはあんまり気にするとこじゃなかったね。おでも気にしやなあかんな、うん、だってこういう質問が来るんやもん。立山さんとかなんか詳しそうですけどね、そういう数字に強そうです。彼そういうの好きやな、数字には強そうですよね。うん、はい、うん、じゃあちょっとそのあたり打ち合わせしてください。館長に聞いとこう。館山君に聞いとこう。だから、うん、これが一番早いわ。いや自分で分析してくださいね。いや全然館山君に聞くね、こういう。いや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 、なんで後輩にのおんぶに抱っこなんですか。何でも知ってんねん館山君は。それはまあ何でも知ってますけど、びっくりすんねん。だからそう、数字にをこう出してくるとアカデミックに見えますもんね。中学校の時から居酒屋でレジ任されられたから全然数字強いね。数字強いね、あれ。そうなんですか。せやねせやね、店長差し置いて最後レジ閉めるまでやっとったよ。なんだそれ。そん
な話初めて聞きましたけど、そうなんですね、知らんけど、はい、あ、知らんのかな、ほんまに。で、いろいろ若い選手が出てきてますけども、うん、もっと勝率上げるには何が必要かっていうね、このね、おいでますおいでやすさん、はい、もっと勝率上げるには言いましょうか、さっきから元気の話したけど、はい、元気ですよ、こんだけ暑い猛暑酷暑言うてて、はい、元気のないチームが勝つわけないやん、はいはい、だから元気のいい発言を僕はしたいから、運動を あえて暑いところでやってきてますと、ちゃんと水分と時間と考えてね、やる気元気ですか、そう、岩本、やる気元気岩本、そう、出ました、これまた岩木さんとは言いませんよ、岩木さん、岩木信子さんとは言いませんけども、うん、言いませんけども、はいはい、やる気元気岩木、じゃじゃ岩本一本棒入れるだけやから、そうですね、うん、ピンク色のスーツ着て出てこないね、俺ピンクのシャツは着るけどスーツは持ってない、スーツは、いや、それはね、さすがでしたね、はい、ということで、やっぱりまあそういう精神面というかね、そうやね、気持ちが全てというとこなんでしょうかね、もうそういう時期に来てんのよ、はいはい、もう今ねパフォーマンスで言ってみんなもう五分五分、これ決して精神論とかいうわけじゃなく、じゃなくて実際そうやね、やっぱりそこがこう疲れた体を動かしたりするわけだし、うん、もうこの時期に一軍にいるメンバーは各チームの戦力主戦力ばかりやからね、はい、あの必要とされる戦力ばかり、うん、もうこの整ったチームがいかにこう突き出るかって言ったら、はい、ハートの強いチームやね、なるほど、うん、まあそのハートを強くするというかいいね、状態、息のいい状態するためにやっぱり体調管理も含めてですもんね、そういうこと、はい、元気が一番ということになります、せやねん、あ、これ、あ、先ほどの勝ち星の数ですね、現時点でのっていう、うん、ファイターズが50勝ということか、うん、なるほどなるほど、あと30勝やったらええやろ、はいはいはい、30勝24敗で80勝ということですね、うん、ライオンズが51勝ですので29勝27敗で80勝ということで、残りがファイターズが54試合、うん、ライオンズが56試合、ディレクターによるとさあ分析してくださいと書いてます、80勝以上やね、はい、条件で言うと80勝以上以上、うん、は絶対にいるわ、じゃあ80勝で30勝24敗ですから、うん、今から貯金6個だとちょっと薄いもん、はあ、なるほど、うん、やっぱ追いついて追い越すとなったらね、はいはい、うん、それ以上やから80勝以上やわ、80勝以上、ちょっと今立山君連絡していい、なんであかんいけません、ダメか、うん、ダメです、こんな言うても立山君から連絡入ってけへんってことは、今日ちょっと忙しくしとんな、あれ忙しいですよね、うん、立山さん、どっかで芝刈りでもやっとるか、いやいや、どうなんでしょうか、うん、ということで、じゃあまあ詳しくは立山さんと打ち合わせしてください、続いてマシアさん、はい、フッチーガンちゃんこんにちは、ガンちゃんに質問です、よく投手を本格派投手、技巧派投手と区別しますが、両投手のガンちゃんなりの定義はありますか、 あと昨日プロ初勝利を挙げた堀投手はどちらのグループに属してるんでしょうかということをいただきました、面白い質問ですね、面白いね、まあ本格派っていうのは一番初めに野球が日本に定着して、ね、各諸先輩方々が勝ち星を挙げられた方々、オーバーハンドの方がやっぱりいいピッチャーと言われてた時代、はい、うん、の時間が長かったんで、そういうピッチャーは本格派、はい、うん、ストレートカーブ、もうストレートを中心に勝負するピッチャーが本格派と言われるね、はい、で変化球ボールを曲げてすごく操ってくるピッチャーを技巧派というからさ、はい、うん、もうざっくりそんな感覚でいいんじゃないかな、堀瑞希はどうなんですか、堀については、はい、左ピッチャーでしょ、はい、これがまた表現しにくいねんな、うん、なんやろ、技巧派まで変化球多投しないし、はい、これスリークォーターでしょ、どっちか言うたら、はい、うん、変則モーションピッチャー、変則モーション、変則本格派、おー来た、変則本格派、うん、何でも混ぜようぜうん、混ぜよう混ぜよう、間取りゃいいって話じゃないですからね、うん、大丈夫、間を取って三塁打食らってるピッチャーやから、なんだそうなんですか、うん、ガンちゃんはどっちって言ったら本格派ですよね、ってよう言われるよ、まっすぐとカーブと落ちる球っていうオーソドックスなピッチャー、オーソドックスなピッチャー本格派って言われるかな、あとやっぱり球が速いイメージもありますよね、かな、俺も普通やったで、うん、マックス出て150キロぐらいやったから、おお150ね、うん、出てね、出て普段140そこそこで勝負してたけど、はい、ここ一番っていうのはあったね、うん、いやー140、150キロ投げられるんですもんね、うん、おい、舐めんなよすごいですよね、やっぱり俺も自覚なかったけど、なんかいろんな動画サイト見てたら150計測してる
サイトいくつかあったんや。あれ嘘かな。いや嘘じゃないでしょ、うん、本当ですわ、はい、例えばファイターズでいうと上沢とかは本格派に値するね。ただこうなんだろう、重いストレートドスンと投げるっていう感じじゃないじゃないですか。キレのあるボールですよね、スピン量の多い。でも西崎幸弘さんとかはもうバリバリの本格派って言ってたよ。ああなるほど、キレキレやで、スピードも速かったし。なるほどね。まあなんかこうやっぱりで、昔とまたいろいろそういう線の引き方というか、そうやね、いろんなタイプも時代変わってきてるな。そうですよね、複雑になってきてますね。今日の高梨もやっぱ本格派っていうしな。そうですよね、高梨はそういうイメージですよね。はい、面白い質問ですね、ありがとうございます。ありがとうございました。またこれ研究して、これその定義もまた立山君に聞いとこう。立山さんだからもう立山さんこの番組ご意見番みたいですよ。そしたらもうちょうどええねんで、そういう質問好きやねん彼も。ガンセカのご意見番、ちゃんと答えてくれんねん、もうあれ不思議やねん。そうですよね、確かに、ええ男やな。なぜか立山さんが言うと納得しますもんね。そうやねん、はい、だけど俺が言うてることそんなに変わらへんねん。変わらないんですか。頼むで。なるほどね。なんだググってやふって立山君で正解出すのやめてや。立山さんまあでも俺半分冗談で言うてんねんで。え、冗談で半分な。半分、半分本気かいじゃん。半分本気で聞きに行くけどどないやの本当に。ややこしいな札幌のキクリンさん、はい、最近ソフトバンクの投手起用が気になりますと。お、勝ち負け試合展開に関係なく毎回中継ぎで投げる投手が一緒で疲弊しまくっているのではないかと思うんですがと、はい、ファイターズは投手起用はメリハリつけているように感じますし、疲れが見えると2軍に落として再調整などうまく回しているようにも思えます、はい、ソフトバンクの投手起用どう思われますかというふうにいただきましたけどもね。これちょっと悪循環やね。あんまり大きな声じゃ言えないけども、はい、負けが込んだりするとそう悪循環生まれたりすんねん。あ、そうなんですか。そやねん。うん、ほんで気がついたら総倒れとかあんねん。あんまり言うたらホークスファンの方に申し訳ないけど、はい、確かにこのメッセージくれた方鋭いとこついてて、これを早く整備しないと優勝争いの参戦は難しくなってくるよ。なんか勝ってる状況負けてる状況ピッチャーがこう完全にね偏っちゃうって、そう、同じピッチャーばっかり投げちゃうとか、もうそれは残りの10試合やからね。まあ、その点ではファイターズはうまいことやりくりしてますよね。そう、あのね、よくね勝ってる時とか負けてる時って表現するけど、はい、じゃなくて勝ちパターンの時は出すピッチャー計算されてるけども、はい、実際負けてる時には調整を踏まえて調子を上げたいピッチャーね、でもファイターズの戦力としてアウトが計算でき、はい、やっぱりそれでも重要。でプラスこれまた立山君の話やねんけど、はあ、劣勢2点3点ビハインドの時こそリリーフは難しさがあると、はい、球場の空気を変えなきゃいけない、そういうアウトを取らなきゃいけない条件があると、はい、その通りやねん、はい、だから、まあ、負けパターンのピッチャーっていう僕はあの言葉が嫌いで、勝ちパターンはいいとして、はい、ビハインドを勝ちパターンに持っていくべくピッチャーにしてほしいな。なるほど。